きます。はい。はい、では今日は2週間ぶりのあなたのおかげ配信です。よろしくお願いします。おかげの田中と。リプシー三河島店の小林です。はい、よろしくお願いします。お願いします。小林、最近のリプシーのことちょっと聞かせてください。いろいろ聞いてるんですけど、最近親子でどうやらリプシーの方にホワイトニングに来てくれる方がいたりとか、まあ、ご夫婦一緒じゃないんですけど、ご旦那様をご紹介していただいたりとか、最近嬉しいことが多いですね。はい、最近はですね、リプシー三河島店は個室になってるので、お二人同時にご来店いただくことも可能ですし、個室なのでお客様ご自身のプライベートもしっかり守られて一緒にご来店いただくことも可能なので、ご家族だったりご友人だったりご夫婦だったりカップルだったりとか、まあいろんな方と一緒にご来店いただけたらなと思います、うん、いいことですね。はい、最近ね、結構Facebook のね、広告、リプシーの広告見たりとか、インスタとかで見てねとかいうのも聞いてるし、あとホットペッパーからもね、徐々にですけど、予約をいただいてたりするんでね、今リプシー三河島はですね、ネットも予約できますので、ぜひネットの予約の方もね、活用していただけたらなと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあね、小林、ここからはですね、コバヤンのですね、復習と勉強を兼ねてですね、ちょっとこのあなたのおかげの中にですね、教えてコバヤンコーナーを作ろうと思いまして一応ね、コーナーを教えてコバヤンという名前にしてます。で、ちょっとコバヤンからちょっとホワイトニングだったりなんかそういうところの、まあちょっとしたね、知識の、まあ、これをコバヤンの勉強も兼ねてね、やってみようと思いますので、ぜひコバヤンとはちょっとここでね、後で出ることコバヤンコーナーって言うとこうじゃあアイテムを装着してですね、教えてコバヤンコーナー、コバヤン、ちょっとなんか今日はそうですね、今日はちょっとアイテムをですね、こう教えてといえば、こうちょっとメガネ風に、ちょっと先生風にいいですね、こんな感じですかね、いいね、シュッっていう本来はいつもメガネ、目悪いですもんね。そうですね、目悪いんですけど、ちょっと最近メガネの度がちょっと合ってないので、普通にメガネをかけてないんですけれども、まあ、ちょっと先生っぽく、こういう感じですかね、うん、いいと思います。いつも可愛い小林だけど、いや可愛さ増しましたね。はい、持ってますか本当に。持ってますよ。持ってます。で、今日はどんなことを言ってくれるんですか。はい、最近はですね、リプシー三河島店に、ホワイトニングに来ていただいたお客様に対して、まあ、私自身もそうなんですけれども、まあ、市販であったりとか、まあ、いろいろインターネットとかでもそうなんですけど、いろんな歯磨き粉とかが売ってると思うんですけれども。いろいろ試している状態です、うん、でお客様からもいろんな情報をいただいたりとかして、実際その歯磨き粉を試してどうなのかなっていうのをちょっとリサーチしているので、その歯磨き粉に関しては今後いい歯磨き粉があれば皆様にご紹介できればなと思っております、うん、で歯ブラシに関してなんですけれども、よく薬局とかでもそうなんですけど、いろんなタイプがあると思うんですよ。柔らかめ、普通、固めとかで、皆さん結構どういうのを買ったらいいのかな、多分すごく悩んだりすると思うんですけれども、正直固めとかっていうのはあまり正直良くなくて、こう歯を傷つけてしまうので、柔らかめとか普通めとかで優しく磨いていただくのが一番いいです。そうなのね。はい、電動歯ブラシ僕使ってるんですけど、ああいうのもやっぱりこう軽く当てる方がいいですか。軽く当てていただいた方がいいと思うんですが、正直なところですね、私も電動歯ブラシは使ったことがないの で、 そうなんですね、ちょっと研究してみたいと思いますただ歯ブラシとかは強く磨きすぎちゃうと歯自体を傷つけちゃうので、あまりよろしくないので、優しく磨くのが一番いいです。それはやっぱりこうホワイトニングというか白さをこうキープするのに対してもそうなの。そうですね、あとは例えば歯磨くときとかも鏡を見ながら優しく磨いてもらったりとか、あと、まあ、いろんな歯並びの方とかいらっしゃると思うんですけれども、基本的に前歯とかってすごい磨きやすいじゃないですか、うん、で奥歯とかって磨きづらいんですけど、その奥歯とかもこう鏡を見ながらこうちゃんと歯ブラシが当たってるかなっていう感じで磨いてもらったりするのがいいです。なるほど。で強すぎると多分歯ブラシってこうだんだん
歯ブラシの変えるタイミングってすごい難しいじゃないですか、うん、どのタイミングで変えていいのかもわからないじゃないですか、うん、でちょっとこの教えて小林的に調べた結果、はい、歯ブラシは1ヶ月に1回変えるのがいいそうですそうなのね。こう歯ブラシがあって、うん、こうなった時にはもう変えた方が遅い、うん、なんで1ヶ月に1回だから1年間で12本は変えた方がいいそうです。なるほど、そういうことなんだ。はい、なるほどね、わかりました。なんかとりあえず今日は1回目小林コーナーなんでこの辺でいいですか。そうですね、ちょっとグズってすいません。いいえ、大丈夫です。じゃあまたね、そうですね、次回の時にも教えて小林コーナーで、はい、こうちょっと小林の勉強と復習を兼ねてまたちょっと教えてもらえたら嬉しいです。そうですね、その時はまたもしかしたら新しいメガネになってるかもしれないですし、もしかしたら田中さんにおねだりをしてメガネ買ってって、うん、メガネをね、メガネ欲しいなーって言ってるかもしれません。なるほどなるほどね。じゃあ真っ赤なやつにしてくださいね、そういう時はね。真っ赤なやつですか、はい、じゃあちょっとリサーチしてきますね、そっちもはい、はい、ありがとうございました。じゃあ今日はこれで教えて小林コーナーはそうですね、また次回の時にね、よろしくお願いします。はい、で歯磨きもちょっと継続的に使ってるので、うん、ちょっと次回配信する時に実際どうなったかっていうのをちょっと皆様にご報告できたらなと、はいはい、ちなみにあれだよね、インスタグラムの方でもちょっとずつちょっとこうやって上げていければいいね、そうですね、その写真のね、はい、状況的にどうなったかっていう、ね、みんながホワイトニング終わった後のケアとしてそうですね利用できるように、はい、あとあれだね、そういえばケアというかね、ホワイトニング終わった後のこう、はい、食事とか30分一応って言ってるけど、結構あの乾いた歯にこう食事行くとかなんかやるよりは一回こう唾液ないし水を含んで歯をちょっと水分で濡らしてあげた方が着色しづらい。そうです ね、せっかくあの綺麗にホワイトニングしていただいた状態で色の濃い食べ物とか飲み物とかを食べるとすごい着色しやすいので、うん、お水を飲んでいただいて、分かりやすく言うと歯にこう膜を張っていただくような感じが一番いいのかなって思いますね、うん、なるほど、それはなかなかいい情報、はい、ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます、はい、それでですね、はい、今日の配信これでまあもう終わりになるんですけども、今ですね9月20日まで、リプシー三河島店の方オープニングキャンペーン価格でやってます。なのでもうあと1週間ぐらいですね、ぜひ ねちょっと興味があるとかね、うんうんうん、ちょっと試してみたいなっていう方は9月20日まで、これも多分この金額以上はならないと思いますの です、ね、ぜひねこの機会で試していただき体験をね一回してみてもいいなとは思います、はい、でも一応このオープニングキャンペーン終わった後もですね、一応いろいろな企画でクーポンを配信していきたいなと思いますので、ぜひ、ね、ホットペッパーの方にもそういうクーポン出しますし、そうだな、インスタグラムとかね、フェイスブックの方でも、まあ、僕が写真作ったりとかして、それでクーポンを配信しようかなと思ってますので、ぜひ、ね、インスタグラムの方でもちょっとフォローしていただいたりとか、まんめにね、配信を見ていただけたらなと思います。はい。はい、じゃあ今日はこれ、この辺で。はい。はい、これね、配信するまで、まあまあちょっと1本ちょっと飲んだりとかね、しないと困るので、そう照れちゃうからね。そうですね、結構意外にこう見えてシャイガールなんで ね、恥ずかしがり屋さんなんでねそっか、でも やっぱりね、こうやって2人で配信できるととても嬉しいので、そうですね、まあこれはちょっと週1ぐらいでね、できればね、続けていきたいなと。はい、こちらこそよろしくお願いいたします、はい、じゃあ小林、今日はこの辺であなたのおかげ、はい、終わりにしたいと思います。はい、はい、それでは、おかげの田中とリプシー三河島の小林でした。でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。